この1分しっかり戦ってほしいですよね、はい、安藤です。早くシュートまで持っていきたいというところで安藤が決めた。今度は名古屋は早くボールを取りたいですが、ここは2人で行く、取りに行く、取りに行った、取りに行った、お、あ、取った。ジャスティン・バーレルから中東使わない、3を狙ってくるか、笹山3は短いが、張本、安藤が3ポイントを狙ってきました。スリーポイント、いやしかし大阪にとってはこのバックコートからの選択を取りました保坂ヘッドコーチ。24秒、オーバータイムをまず狙いに行くことですね、はい、名古屋はまずは名古屋から見ますとこれはもう止めなければいけないというところ。大阪はこれは決めれば B1 残留大きく前進ということになりますが、残りは10秒、さあ名古屋は守りきれるか、大阪はここを決めることができるかというところで侵入する、ハメルソンだがその前にここはファール。いやハレルソンのところは熱くいきましたね人数かけました。これ誰かというところでしょうか。ファールはジャスティン・バーレルのファール、2つ目のファールです。ジャスティン・バーレルのファール、さあ大阪はフリースローのチャンスを得ています。これを決めると大きく B1 残留前進しますが、1本目外した。さあこれ、あ、ジャスティン・バーレルは今観客を煽りました。観客を煽った。さあこの歓声の中でハレルソン1投目を落とした、2投目のフリースロー落ちた。さあこれで18秒、スリーポイントを狙ってくる名古屋、安藤に任せるかあるいは張本か、ショットクロック、残り時間は10秒という中でアームストロング、残り8秒です。いやースリーポイント8秒後という中で名古屋はもう取りに行く、取りに行く、取りに行く、アウトパスは名古屋だ、名古屋だ、アウトパス名古屋ボール。さあ進出に向けての意地を見せる、もうリバウンドショットでもいいですからね、はい、ファールでも当然いいわけですからね、とにかくシュート体勢まで持っていきたいという名古屋のポゼッション。ジャスティン・バーレルアウト、いやこれは、はい、あここはい、あなるほど、はい、もう一度同じ形を作ってジャスティン・バーレルに任せるか、来ました。なんということだ、ジャスティン・バーレルの意地を見せた名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、狙わってない、最後もアームストロング、これが CS 進出を狙っているという男たちの意地。 B1 リーグ2018